こんにちは、原町接骨院久松です。皆様、寒いですけど体調の方はいかがですか？風邪ひいたりとか体調崩したりしてないですか？今回は、寒いとなぜ頭が痛くなるのか2つの理由ということでお話しいたします。患者様から寒い時期になるとなぜか頭痛が起きやすいんだねと言われました。それって理由が2つあるんです。どういうことかお話ししていきます。まず1つ目なんですけども、寒いことにより血流が悪くなって起こる緊張性頭痛と言います。寒いと血管が縮まっちゃいます。血管が縮まることにより血流が悪くなります。血の巡りが悪くなります。そうなると結果、肩こり首こりを起こしやすくなります。そうなってしまうと、結果周りを圧迫して筋肉が硬くなって後頭部を中心に重いような圧迫感があるような、そういった頭痛が起こります。それが寒さによって起こる緊張性頭痛が1つ。そしてもう1つ2つ目。2つ目は温度変化で起こる偏頭痛というやつです。偏頭痛、これは、寒い場所から暖かい場所に移動した時によく起こります。要は寒い場所にいた時、こちらのように血管が収縮するというふうに言いました。血液が縮まった状態から暖かいところに移動すると血管がぶわっと広がります。そうなると血流っていうのは増えるんですよ。血流が増えて血管が広がる。そうなったがゆえに周りの神経を血管が圧迫してしまうんですよ。そう、血管が神経を圧迫して結果、片っぽもしくは両方の主にこめかみ付近になるんですけども、その部分にズキンズキンとか脈を打つような痛みが出てきます。これが偏頭痛というやつなんですけども、温度変化によって起こる偏頭痛という2種類で、血流が悪くなるのと良くなって起こるという2種類の頭痛があります。まあ、対策としてはこちらの最初の緊張性頭痛の場合は首周り肩周りよく温めたり、肩甲骨周りをよく動かしたりとか、体をよく運動したりとか、そういった形、あとは入浴して温めるというのもこの緊張性頭痛には有効になります。2つ目の偏頭痛に関しては逆なので、温めると余計具合悪くなります。ですから、痛いところ頭をよく冷やす。そしてこの偏頭痛というのは音とか光にも反応しやすい状態になりますから、できれば静かで暗いところで頭をアイシングするようにしてみてください。そうするとこの偏頭痛は収まってきます。ですからそれぞれ、対処法がありますので、間違えないように対策してみてください。またこの緊張性頭痛や偏頭痛じゃなく、場合によっては寒さに関係なく起こる頭痛があるんですけども、すぐ病院に行かなければならないような頭痛もあります。例えばもう頭が割れるように痛いとか、吐き気を伴うとか、もう意識がなくなってしまう、言葉にろれつが回らなくなってしまう、あと手足がもうしびれたりするような、そういった症状も伴う頭痛というのはもう命に関わるような場合がありますから、即病院に相談するようにしてみてください。それはもう即病院に行くのがベストな方法になります。今回のお話まとめると、寒くて起こる頭痛2種類あります。寒いことによって血流が悪くなって起こる緊張性頭痛、これは寒さで血管が小さく縮まって血行が悪くなる。それで肩こり首こりを起こして、結果首周りや後頭部を中心とした圧迫感や重い感じる頭痛が起こります。そして2つ目は温度変化で起こる偏頭痛。寒い場所から暖かい場所に移動するときによく起こります。寒いところで血管が縮まったのが暖かいところに行くと血管がぶわっと広がります。そうなると血流が一気に良くなります。血流が良くなって血管が広がると、その近くの神経を圧迫してしまうことがあるんですよ、血管が。そうなると結果、片っぽもしくは両方にズキンズキンとか脈を打つような痛みが出る。それが偏頭痛と言います。そういう時はしっかり頭を冷やしながら、静かな暗いところに行くといいです。こちらの緊張性頭痛は、首周り肩周りよく温めたり、肩肩甲骨周りを動かしたり体操したり、っていうのが有効な方法になります。是非方法を間違えないようにしてください。そして、もう割れるように痛かったり手足がしびれたり言葉のろれつが回らなくなったり意識がなくなったりしてしまうような頭痛はもう命に関わるので即病院に行くようにしてみてください。そしてこれをご覧のあなたがもし、頭痛だけでなくその他の体の不調でお困りでしたら私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の生態であなたのお体の回復をお手伝いいたします。またもしあなたのご自宅が遠方であったりまたは調子が悪くて外に出るのが嫌だもしくは、このご時世で移動して人に体を触られるというのが不安な場合ご自宅にいながらテレビにパソコンの画面スマートフォンの画面を通じてエネルギーの調整を行うオンライン整体というのを私行っております。これでしたら安全にあなたのお体を整えていくことができます。もしこういうオンライン整体や私の整体に興味がありましたら下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ毎週日曜日21時ぐらいを目標にご覧のチャンネルで YouTube ライブやっております。1週間の配信した動画のおさらいとあとあなたの質問にその場でお答えします。そしてご希望の方がいらっしゃったらその場で全員で合同でエネルギーを整えていくオンライン整体もやっています。個別でやるのに比べると効果は劣りますけどもやった方からは、手が温かくなったとか寝やすくなったという反応をいただいております。もし興味がありましたらご参加していただけると嬉しいです。そして、この動画があなたにとって参考になりましたらグッドボタンやチャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。